れ様でした。いやー綺麗綺麗綺麗、ご飯も合いになってるから新車と変わらないような感じで、この縦の薄さでスポットもんであんな取れないの初めて見ました。髪がこんな形、ここ全部これ全部リベットですよ。ここもリベットですよ。なんちゅう作りや、なんでここリベット。じゃあこれをちょっと新しく来てもらったスタッフの方に塗装してもらってです。付けして磨きして完成ですね。 PIC チャンネル。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。長いことお付き合いいただきありがとうございました。今回ブリードクォーター張り替え超長編だったんじゃないかな。動画の素材も多分今まで過去一長かったっすね。同じことの繰り返し
のように見えるんですけど、実は作業ちょっとずつ進んでて、はい、ズバッと切って短くしてもいいんだけど、こういう細かいところまでやってるんですよっていうのを、まあ、やっぱ伝えたいんで、全く興味ない人にとってはなんかずっと同じ動画垂れ流しやがってと思うかもわかんないですけど、まあ、今回最後まで見ていただいた方々ありがとうございました。ありがとうございます、はい、で今回とにかく硬い、鉄板が分厚い、はい、めちゃくちゃ分厚い、これもう車種によってバラバラなんだけど、はい、この新型のフリードに限ってはもうめちゃくちゃ大変、はい、もう何しか鉄板が切れない、溶接する作業一つとっても大変になってくるっていうところです、はい、どうですか、色も完璧で全然わかんないですね、うん、一個一個見ていこうか、結局、はい、この辺としてまだわかんないけどほとんど隠れですよ、ほとんど分かんない、バラバラになってこの辺ずーっと切ったり貼ったりやってたんだけど、まあ、シートがついたりテールがついたりすると全部隠れると、で見えるとしたらここかな、細かい話だけどシールの部分が反対側見ても、まあ、こういう感じになってると、はい、クォーター張り替えたかどうかは僕は分かんないじゃないかなと思います。あと言わなければ。あとね、ここがぐしゃぐしゃになってね、最初の状態ここに貼っときます。もう多分みんな忘れてると思うから。はい。けどまあここは綺麗なんですけど。はい。いうことですね。あとは細かいところで言ったら、ナゲットの跡ですね。ああいうところ、こういうドア開けたところ、まあ、もう見ることなんかほとんどないんやけど。スポットの後、ナゲットって言って綺麗に残ってます、まあ、とにかく色、まあ、塗装の色の誤差もなく塗装の肌も新車同等でできてますから、完璧に元に戻ったんじゃないかなと、あの板金塗装っていう作業の中では、新車には戻りませんけどね、当然事故したらいつも言うんだけど、たまにお客さんでね、新車のように戻せますかっていう問い合わせあるんですけど、はい、僕はっきり言ってるんで、新車に戻したいんだったら新車買ってくださいと、新車には戻りません、できる限り綺麗に直しますっていう、で問題ない状態でお返しますんでっていうのが、まあ僕たちの仕事なんで、というわけで今回フリードのクォーターの張り替え、左クォーター張り替え、左後方事故車両保険になるかな、それは車両保険前と、うん、はい、前とね、の事故の修理のご紹介でした、でした、最後まで見ていただいてありがとうございました、ありがとうございます、はい、この動画が面白かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、では次回の板金塗装の動画お楽しみに、いってらっしゃい、いらっしゃい。